じゃあ次カーブ行きます。カーブ行きます。カーブは多分みんな行けると思う。行くよ。もう簡単だよ。ここの縦のラインやります。ここに中指を内側にかけます。もう自然にこうしてこうして終わり。ここであとは上に抜くだけ。こう上にスポッて抜く。いくよ、いくよ、いくよ。抜くだけ。あのイメージはここになんかボール置いとくみたいなイメージ。あのこうやっていくよ、こうやってこうやってシュッ、こうやって置いとくイメージ、置いとくイメージ。ほんと読んで置いとくイメージ。いくよ。うわ、こうやって置いていく。で、この足を上げてからこう投げる時のコツなんだけど、カーブって抜きたいわけですよ。体重移動しちゃうと、このスピードっていうの、力が伝わっちゃうから、足をこう踏み込んだ時に少しこう下がる。気持ち下がる。体重移動、あのストレートだったらさ、バーンっていくでしょ。前行くでしょ。それを行かないように少しこう下がる。これで体重移動の力をこう制御する。そしたらボールが伝わらないから、ちゃんとこうなんだろう、ふわーっといったボールで、あのキャッチャーに届くんで、ちょっとやってみてほしい。ほんとここ浮かして。じゃあ今いる人の中でカーブ投げれますって人いる？普通に投げれますよ。はい、行きましょう、行きましょう。通常のカーブ投げてみます。中指でスピッて、そう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 。で、これをもっと体重移動、前に行く。お、いいじゃないですか。いや、今のをもうちょっと自分なりにこう、こう先としてやってください。はい、上に上に。おお、どうした、どうですか、どうですか、コーチ皆さん、どうですか。才能らしい、才能らしい。力マジで。もっとだね、あのサウナ入って水風呂入った後のあの感じで、わからない、絶対わからない。そうでした。力、力。あ、そう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 、こういうイメージ。今いい感じ。それをピッチャーっぽく投げる。オッケー。フォームで分かっちゃうじゃん、ピッチャーでさ。あ、あれ来るかな。分かんないようにまっすぐだと回しといて投げる。いや、イメージ OK、イメージ OK。 いける？どうだ？お、お、お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。完璧、完璧。 OK、ナイビッチよ。お、お、めちゃめちゃ良かった。OK。 お、いい、めちゃいいでしょ。俺めちゃ良かった今。いいよ。これ欲しいが。上げちゃっていいか。そうそうそう。と親指でして。お、いいよ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 。イメージをイメージした。なんかさ、遊びとかでさ、最初のキャッチボールの遊びとかでやってみる。アップ前です。はい、ここでこうやって回転する。上に投げる。こうやって上に、からこうやって。お、いい感じ。惜しい、いい感じ、いい感じ。お、いいかな。めっちゃ見えますか。いい感じ、OK。 お、いいじゃないですか。反則はいい。お、いい、いい、いい。お、完璧です、完璧です。そう、 OK、 OK。すごい曲がってる。
全角球投げて。おーしおし、あ、でもいい、ちょっとね、感覚は OK。 いいよ、いいよ、いいよ。練習だ、練習して遊びでいいから。時間大丈夫ですか、まだ大丈夫ですか。おっ、感覚 OK、 感覚 OK、 感覚めちゃめちゃ勘がいいっすね。そう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 、すごい、すごい、いい、すごくいい。普通にさ、ストレートだけ、普通にまっすぐ行きます。ほら、いい、遠い、そっからじゃあカーブ、カーブ。おっ、カーブでした。もうコンビネーションめちゃめちゃですか。めちゃめちゃいい、器用、超器用だし。 OK ね、めちゃめちゃ、ありがとう、ありがとう。いや、めちゃめちゃいいし、てかズレーダよりみんなね、カーブの方が得意だね。カーブいいよ。で、今教えたカーブとスライダーで、ツーシームも教えてるだけ、ちょっとこう練習して試合で使ってみるぐらいの精度まで上げてほしいなと思うよ。練習で、遊びでもいい、マスターしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。終わりです。はい、 OK です。ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではアイシャー翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。